あった、あった、あった。よしよしよし。見つけた。よっしゃー。はいどうも、ふがくんです。さあ本日もマインクラフトをやっていきたいと思います。本日はですね、前回ウィザーを討伐しようかなと思ったんですけども、今回はですねエンドラをね探しに行きたいなと思います。まずエンドラ探して、討伐して、でエンドシップ見つけて、でそっからねウィザーを討伐して、そうだな、海底神殿リベンジしたいんですけど、最後の最後かな。まあ、やるかは分かんないですね。ちょっと微妙なところなんですけども、とりあえず今日はエンドラを討伐したいということで、エンドへのね、エンドポータルか。エンドポータルを探したいなと思いまして、とりあえずね、エンダーアイをね、エンダーアイが欲しいので、この方に交換してもらおうかなと思いまして、とりあえず交換します。何個必要なんだっけか、ちょっと覚えてないんだよね。結構大量にもらっとこう。よし、それじゃあエンダーアイを投げて、どこ行くんだろうこれ。あっちか。オッケー。じゃあ超子にね探しに行きましょう。この辺かじゃあ。あ、あった、こっちだ、ここだ。よーし、掘ってこ。お、出た、来たぞ。よっしゃ、着いたね。敵はいなそうだな。ほい。お、なんかチェストがある。わ、クリーパーいる。うまい。うまい、この攻撃方法。この攻撃方法。邪魔。さて。あ、またクリッパーさんいる。ほい。ほい。このチェストとかを持っていきたいよね。あ、リンゴしかねえ。いいねえ。うおお、めっちゃいる。めっちゃいる。待って。うわぁ、来んじゃねえ、バカ野郎。一匹、あ、いたいたいた、シルバーフィッシュ。まだいるよね。ほい。宝箱は壊されたくないんで。あ、うん、まあ、悪くないんだけどさ。これなんだろうね、この、なんか石碑みたいな。下がある。結構広いんだよね、これって。確か。どこにあるんだろうな。下の方？ここなんもないわ。ここ行ってみようか。あ、かざしちゃった。敵いないかな。怖いよねこういうところ。敵クリーパーいたら一撃した。よしよしよし、ない、ないな。でどっかに宝箱あるよね多分。あったあったあった。これは紙しか入ってない。 こういうところって紙しかないんだっけか。あったあった。本いらねえな。こっちか。お、何この階段。スポーナーだ。何スポーナーこれ。ゾンビスポーナーだな。ゾンビ湧いてきた。ちょっとねここのスポーナーさんはいらないんで壊しちゃいましょうか。あ、クモスポーナーだ。オッケー。普通の洞窟だ。すげえ、サドル3つある。これは嬉しいけどどうしよう。サドルは欲しいな。よし、
で、ここは何だろう。なんもないっぽいな。ここに繋がってたわけか。普通に洞窟に繋がってるな。鉄もらっていこう。はい、どこだ。ここか。あれ、ここなんかタイムついてる。え、来てないよね俺。ここ勝手につついてるところか。え、うん、こんな付け方しないもん俺。ここかってことはこれか。ん、よいしょ。どこだよ。なんだこれ。牢屋みたいな。これ何、これ怪しいんだけど。鉄と レッドストーンが隠されてた。何これ。ん、わかんない。くそ、どこにあるんだ。あ、あった、あった、あった。よしよしよし、見つけた。よーしゃー。123、12個なんだ。よーし、やっと見つけたぞ。よし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 、危ねえ、松明突っ切るとこだった。ちょっとこの辺湧き潰しちゃんとしておこうか。よーし、見つけた見つけた。この辺湧き潰ししておいて。よしよしよし、見つけてしまった。よし、これでいいでしょう。一応ピッケル持ってた方がいいのかな。よし、こんな感じの装備で一旦行きましょうか、あっちに。これ防具持ってた方がいいかな。あの最初あれぶっ壊さないといけないから、上にあるやつ多分死ぬよね。ほぼ確実に死ぬ気がするから、とりあえず、剣もいらないかな。弓だけあればいけるか。とりあえずこれだけ持って、よし、まあとりあえず決戦は次かな。とりあえずゲートを開きましょう。これは適当でいいんだよね、確か。あ、来たね来たね来たね。よし、